パチ歴 20-00 パロディウスの登場はパチンコ業界に大きな衝撃を与えた。衝撃。あれから6年、パチ歴 2006 ホールの栄光、血湧き肉踊る大当たりを求めて。ナイスです。パロディウス軍団が再び冒険の旅に。行ってこい。シューティングパチンコにプレイヤーは熱狂した。ベルが輝き、モアイ戦艦が液晶を覆い隠す時、その熱狂は最高潮に達する。出ました、モアイ戦艦。今回の活躍の舞台は遊戯領域がさらに広くなった新枠きらめきへ。こりゃ広いです。パンパカパーン。全国のプレイヤーの皆さん、お待たせしました。実況のタコこと柳ジョージです。極上パロディウス、シューティングパチンコ。シューティングパチンコ、業界初プレイヤー参加型シューティングゲーム機能搭載。核変になるとタコスケが登場。ボタンを押すと弾を発射、当たれば得点が加算。タコスケが撃沈されることもある。シューティングリーチでは同じくボタンを連打、ボスキャラを倒せば大当たり。まるで自分の手で当たり外れを決めているような感覚です。予想外の展開です。突然画面が暗くなったと思いきや、タイトルそっくりの画面にリセット。これもゲーム感覚の演出の一つ。これってあれですか。負けて外れと思いきや、でもとってもいい予感。これは懐かしの最強コマンドだ。もうパチンコの限界ギリギリ。ここまでゲームに限りなく近づいた台がこれまでにあっただろうか。いや、ないでしょう。登場キャラも懐かしい。ゲーマーが泣いて喜ぶ喜ぶ。うわー、懐かしいよ。実況のタコもホールへ走ります。昔のゲーマーが思わずホールへ走りたくなる、それがシューティングゲームの最高峰、パロディウスシリーズ。予告アクション。モアイ戦艦稼働隊予告。モアイが動けばチャンス。突っ込むこともある。おごーっと下まで降りてくれば大当たり。もちろん液晶画面にもド派手に登場。ミニマンボウが出るとこれまたチャンス。おしゃべり予告。ボタンを押して、この声が聞こえたらチャンス。いろんなキャラがミックスで吹き出すとチャンス。これがスプラッシュ予告。単一のキャラが吹き出すと期待度はアップ。ブシュー。シューティング予告。ベルやアイテムをゲットすればチャンス。出血大サービス。リーチアクション。ノーマル発展系のキャラはペンギンノフスキー、猫潜水艦、イライザ。ペンギンノフスキー、リーチの決め手はハリセンだ。ハンマーになるとチャンス。そうでもないか。でも発展すれば期待度アップ。すごいです。猫潜水艦リーチ。猫潜水艦が砲撃。発展するとツインビーと銃撃戦を繰り広げる。いけツインビー。イライザリーチ。月夜の海にイライザの笑い声が響き渡ると何かが起こる。復活パターンもある。おほほほほ。ノーマルの外れからいきなりワーニングに行くと、高らかに響き渡る割れキューレになって大モアイホーリーチ。
とくとご覧ください。こんなすごいの初めて。前作でも人気の高かったアンナ・パブロワ、光る茜、七輪タリカもパワーアップ。アンナ・パブロワの華麗なステップ、これはバレエを超えた超高速スピンターンだ。分身すると期待度アップ。光る茜はバニースタイルでノリノリ、かわいい。七輪タリカ、いや、これは何ともこの形容のしようがありません。タコ無言。リーチ目からの発展、全回転リーチ。宝箱から登場するのは伝説の秘密キャラ、過去の栄光くん。お久しぶり。パンパカパーン。お待たせしました。ここからはいきなり対戦、シューティングリーチ。タコスケを追っかけるアンナ・パブロワ、選んでかわせ。よーい、スタート。ボタンを押して上下を選べ。選ぶのはあなただ。あらー、なんとやられちゃいましたと。ハラハラドキドキさせても、これはあれかしら。デコレーションコアめがけて、連打で打て。よーい、スタート。打って打って打ちまくれ。打ち落とすのはあなただ。タイムアップ。時間切れで引き分けになっても、おや、あれですね。シューティングモード突入。大鳥で登場するのはモアイ戦艦。連打で押し返せ。よーい、スタート。押して押して押しまくれ。これがシューティングパチンコの醍醐味だ。押し返すのはあなただ。ここからはプレミアム演出だ。おしゃべり系、桜が満開です。お次はタコ系、好きにタコ、横切るタコ、地球がタコの顔、これまた横切るタコ、ビルの中にタコが、大当たり演出も見逃すな。大当たり狙うは当然確変。それになんと今回大当たりは最大16ラウンド。なんて欲張りなんでしょ。そして通常大当たり中のお楽しみがこちら、確変放置演出。モアイの動きに合わせてびっくりマークが出て、ベルがポトリ。ナイスキャッチ。ベルがタコさん集まればチャンス。やかんじゃダメ。やってきました、14ラウンド。ここでモアイ戦艦が降りてくれば OK。 ベルは最大4個。新枠きらめき。業界初のシューティングパチンコをさらに華やかに演出するのは新枠きらめき。遊戯領域はバンパカバーン。従来の 120% にアップ。ボタンはタッチからプッシュタイプに。使いやすいです。アルミ素材で本体も軽量化。主制御基板をベニヤ側に搭載。盤面交換が本当に楽になりました。ホーイス 2.1 チャンネルの音響システム、大迫力の重低音とクリアな音質、臨場感あふれるサウンドでプレイヤーの興奮はどこまで行くんだ。何もかもが極上。史上初のプレイヤー参加型シューティングゲーム機能を搭載したシューティングパチンコ。極上の演出、極上のキャラ、極上の動きとリーチアクション、極上の遊戯面積を確保した新枠きらめき。全てが極上。極上パロディウス。これは本当に極上。プレゼンテッドバイニューギン。